さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は約1年ぶりとなるコラボ動画となります。コラボ？はい、今回はカキさんと遺跡さんとのコラボ動画となります。おお、なんかすごそうなコラボね。そしてこのコラボの終わりにはツイッターキャンペーンも実施予定なので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。このコラボがすごいなと思った方は、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編に行ってみましょう。それではカキさんから届いたパーツたちを紹介しながら、このコラボの経緯を簡単に説明したいと思います。私とカキさんから遺跡さんにジャンクのパソコンとパーツをお渡ししました。このジャンクパソコンがめちゃめちゃ汚かったので、遺跡さんがその汚いジャンクパソコンをきれいにしてくれました。その様子はぜひ概要欄から見ていただければと思います。で、綺麗になったジャンクパソコンがカキさんの元へ行き、カキさんがジャンクパーツの修理やメンテナンスを行いました。こちらも概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。そしてそのバラバラになったパーツたちを、私のところに送って、私がこれらのパーツを使って、一台のゲーミングパソコンを作ろう、というコラボ企画となります。ではカキさんから届いたジャンクパーツ以外に、カキさんが購入したパーツ類もご紹介します。まず最初はこちらになります。こちらは電源ですね。こちらはクロート指向の 650W80 プラスブロンズになります。こちらはセミプラグイン式の電源となります。それからもう一つ。こちらは CPU クーラーになります。Amazon で2388円で売ってるプロアーティストグラティファイ3というクーラーになります。あー、本編サボって先に動画出してたやつか。シュラミちゃん、今回新しく購入したものは以上となるんですが、カキさんからこれを送る前に一言。シュラさん、電源とクーラーは用意したからケースお願いね。ということでケースを用意しました。まさか新しく買ったの？いえ、ジャンクで。ジャンクのケース。ということで私が用意したケースはこちらになります。ジョンスボの U4 というケースにしました。あれ、意外とまともなケースが出てきたわね。こちらはいつものハードオフで購入してきたんですが、確かジャンクで2200円ぐらいだったんですよね。こちらは ATX 用のアルミニウム筐体で、左サイドに強化ガラスパネルを採用したケースとなります。割と小さめのケースなので配線などは大変かもしれませんが、小スペースにおけるパソコンケースかと思います。まさかここでハードオフのジャンクケースが出てくるとは。ではこちらのケースにパーツたちを組み込んでいこうと思います。シュラララ。パーツをケースに入れる前に開けてみたんですが、結構汚かったんですよね。ファンはもともとクリアだったみたいですが、汚れでかなり茶色くなってました。ホコリとかも結構ついているわね。こちらは後で外してきれいにしてみたいと思います。そしてケースの中にはなんかごちゃごちゃと入ってました。IO パネルとか電源とかネジとか色々入ってました。マザーが入ってないのに IO パネルだけって。ちなみにホコリまみれですが、コルセアの 450W 電源も入ってました。全バラしてきれいにしたケースはこちらになります。おお、さっきまでの薄汚れた感はなくなったわね。ウェットティッシュが何枚も茶色になってました。マザーボードを入れる前にケースファンを付け直そうと思ったんですが、ファンが全然きれいにならなかったので、うちにあった、アップヒアーの光るはずが光らないファンに交換しておきました。これ光るの？光らないの？ジャンクで買ってきて最初光ってたんですが、ある日突然光らなくなったファンになります。ダメじゃん。ただケースにもともと 120mm ファンがフロントに1つとリアに1つしかなかったので、3枚あったのでフロントに2枚付けておきます。こんな感じで取り付けたので続いて中にパーツを入れていきたいと思います。まずは電源から取り付けていきたいと思います。こちらは新しい電源なので安心安全ですね。ネジ止めをして固定していきます。続いてマザーボードを入れる前に IO パネルを取り付けていきます。これ忘れてマザーボードを取り付けるとめんどくさいことになるわよね。全バラになりますね。マザーボードを設置する前に CPU クーラーのバックプレートを取り付けていきます。バックプレートを取り付けたらブラケットを止めていきます。こちらのクッションをつけてネジ止めしていきます。こちらのケースに取り付けていきます。使用するマザーボードは、アスロックの Z77 エクストリーム6になります。ネジ止めして、続いてメモリを取り付けていきます。使用するメモリは DDR3 の 4GB を2枚挿していきます。続いてクーラーを取り付ける前にグリスをつけていきます。
今回使用するグリスはプロアーティストグラティファイ3に付属してるグリスを使用します。こちらはプロアーティストワット15と呼ばれるグリスで単体販売もしてるんですが、熱伝導率 6.0 ワット5とメートルマイケルビンのグリスになります。ペリペリを剥がしてクーラーを乗せていきます。ネジ止めしてファンをつけたら SSD を取り付けていきます。今回はこちらの東芝製の 240GB の SSD を使っていきます。ケースのフロント部分に取り付けられるのでつけていきます。そしたら最後にグラボを取り付けます。今回はこちらの出土品の GTX970 を使用します。こちらはカキさんがファンを直してくれたものですね。出力部分の錆はそのままですが使用には問題なさそうなのでこのまま有用します。まあこのグラボもきっといろんな経験をしてきただろうけどかなりタフよね。ですね。ではこの後は配線処理をしてきたのがこちらになります。うわ汚いからやり直しって言われたんですが、私にはこれが限界だったので今回はこれでいきます。ちなみに隠れてますがこの中は束ねただけなのであとはもらった方がご自身で。え、そんなのあり。あとここに追加の 3.5 インチハードディスクも積んであります。では実際に動かしてみましょう。シュラララ。では電源を入れて動作確認してみましょう。スイッチオン。お、ファンは回り始めたわね。起動確認ができてるパーツたちなので問題なく立ち上がってきます。ではこちらに Windows を入れてこのパソコンの性能を見ていきたいと思います。今回の検証はこちらをやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。シネベンチ R15。 まずはシネベンチ R15 から。 CPU 性能は4コア8スレッドでクロックは 3.5 から 3.8GHz となっております。またケースの蓋も閉め切った状態で室温は20度でした。結果はこちら。マルチが 648CB でシングルが 135CB、 最高温度は59度でした。あれ、割と CPU 冷えてる。私もシネベンチやって冷えてるなって思いました。しかも今回はケースに組み込んだ状態ですからね。では次の検証もやってみましょう。シネベンチ R23。 シネベンチ R23 もやってみました。こちらも条件は先ほどと同じとなっております。ちなみに映像は1倍速です。結果はこちら。マルチが 3623 ポイントでシングルが648ポイントでした。最高温度は63度とこれまた結構冷えてるんじゃないかなと思いました。確かにコスパクーラー侮れないわね。では次はゲーム系ベンチをやってみましょう。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD の高品質でやっています。割と FPS が出てる気がしますね。映像は3倍速で回しておりますが平均で 60fps を超える数字が出ていますね。結果を見てみましょう。 11,245 のとても快適判定でした。レポート結果は平均 80fps で割と性能的には良さそうな感じですね。では続いていってみましょう。ファイナルファンタジー15。こちらも設定はフル HD の最高設定での計測となります。たださすが FF15、先ほどの FF14 よりは FPS が低い感じはしますね。FF15 って本当重いわよね。じゃ、またね。オーライお姉ちゃんも言ったので結果を見てみましょう。美味しそうなご飯、デザートが出てきました。平均 FPS は44ですが、あの重い FF15 でもきちんと完走はしました。最終スコアは4527のやや快適判定でした。GTX970 って結構強いわよね。ですね。じゃあ残りは実際にゲームをやってみましょう。シュラララ。フォートナイト。こちらの設定はフル HD で 3D 解像度と描写距離の未向で、パフォーマンスモードでやってみました。上空でも 144fps 近く出てるんですよね。地上に降りたところで FPS は一旦リセットしました。すると FPS が170前後を出していて、かなり快適に遊べるんじゃないかなと思いました。せっかくなので戦闘シーンも見てみましょう。戦闘とかがあってもかなり高い FPS が出てるんじゃないかなと思いました。確かに。では最後の検証に行ってみましょう。エイペックスレジェンズ。
こちらはフル HD でモデルディテールのみ購入して、残りは最低でやってみました。こちらも地面についたら一旦リセットします。割と地上だと高い数値が出ています。次は戦闘シーンも見てみましょう。はい、ということで結果は平均 100fps だったので 60hz のモニターであれば快適に遊べるかなと思いました。検証でちゃんぽんはなんか久しぶりな気がするわね。確かに。はい、ということで今回はカキさんと遺跡さんとのジャンクコラボパソコン作成のお話でした。お二人ともコラボありがとうございました。二人のチャンネルとコラボ動画は概要欄に記載してありますので、ぜひ皆さん三人のリレーを見ていただければと思います。で、あんたこのパソコンどうするの？あ、はい、こちらのパソコンはツイッターキャンペーンをしようと思っておりますので、ぜひツイッターの方も見ていただければと思います。あ、ちなみに、遺跡さんのサインもあります。おお、なんかすごい特典ね。ということでこの動画が面白かったと思った方は、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。